高校から直接アメリカの大学に入る方法。一個一個の大学が試験を用意しているわけではありませんので、アメリカの一流大学に入って卒業したっていう人が何人もいます。まあ、とにかくね、高いんだよ4年生大学がさ。4年生の大学の3年時にトランスファー。どうだ、始まりました、もてつチャンネルです。さあ今回はですね、高校から直接アメリカの大学に入る方法という動画を撮ってみたいと思います。まあ、前回ねジャガー横田ファミリーとのですねコラボをしまして、 JJ 君、大志君とのねコラボができたわけなんですが、ジャガー横田ファミリーのチャンネルの方では僕がアメリカの大学に入りたい大志君に対して、どうやってね、大志君に対してダジャレ、どうやってアメリカの大学って入れるのかっていう説明をしました。まあ、もともとねインターナショナルスクール、インターナショナルスクール出身なんでね、そこから高校までずっとやってたら結構簡単にはいけたと思うんですよ。もうインターナショナルスクール自体にどうやってやればいいかみたいなね、そういうノウハウが蓄積されているので、すぐに行けたとは思うんですけど、まあ今普通のね日本の高校に通ってるということなので、じゃあその日本の高校からどうやってアメリカの大学行くんだっていうのをアドバイスしましたので、なんでうちのチャンネルでもきちんと皆さんに説明したいと思います。まず最初ですね、まあ、いろんな行き方があるんですけど、直接4年生の大学に入るのってかなり難しいです。日本で3年間高校でねやって、その後アメリカに、まあ期間はね9月に始まるので、大学が日本は3月に終わって、まあ半年間あるんで、ここの期間が空いちゃうっていうのもね嫌だっていう人は結構いたりするんですけど、まあそれ以上にですね、むちゃくちゃ大変です。普通にアメリカ人のネイティブたちっていうのは、まあ SAT とか受けたりして、まあ他にも大学によっては別のパターンがあるんですけど、日本みたいに一個一個の大学が試験を用意してるわけではありませんの で、そういった試験を受けて、プラスでエッセイ書いてるとかね、推薦状を用意したりとかっていうのはあるんですけど、まあ、なかなかね日本の高校ってその準備できないんで、推薦状を書いてくれるね、もちろん英語でですよ、先生がいないっていうことなんかもよくあるパターンです。なんでかなり難しいです。そして英語力ね、まあ、TOEFL って聞いたことあると思うんですけど、 TOEFL プラス SAT とかっていう風に受けなきゃいけなかったりすることもあったりして、非常にハードルが高い。エッセイも英語でライティング書くのなんてすごく大変ですから。でも他の行き方があります。実際一流大学には多くの富裕層の人たちが行ってます、アジアからもね。で日本からは少ないんですけど、中国や韓国からはものすごいたくさん行ってるわけですよ。実際周りにもいます。あんまり英語力もなかったし、学力も学歴もないっていう人たちでもお金持ちなんで、アメリカの一流大学に入って卒業したっていう人が何人もいます。周りにもいるのでよくわかってます。そんなことできるの？できます。お金さえあれば。裏口じゃないですよ。裏口じゃなくて、ちゃんと正規のルートで行けるんだけれども、お金が必要です。じゃあそれどうやってやるのかっていうのを説明しますね。このやり方っていうのはですね、知ってる人は知ってるんですよ。実際ヨゼミでね、昔僕浪人してた時に、ヨゼミの、まあ、サテラインって言ってね、この代々木校から流れる映像ですね、生放送で流れる映像を見てたんですけど、その時ね授業と授業の合間に宣伝流れるんですよ。そこで結構語学学校とかコミュニティカレッジの CM みたいなのってね流れてたんですよ。当時は何なんだろうって思ってたけど、もう受験嫌でしょ、君留学しちゃいなよっていう人たちへの宣伝だったんですね。実際このコミュニティカレッジっていうのを通して、まあ短大っていう風に一応言っておきますね、2年生の大学です。コミュニティっていう、まあドラマがアメリカにはあったりもしますけどね、このコミュニティカレッジをね描いた、その2年生の大学を挟んで、その2年やって、その後に4年生の大学の3年時にトランスファーする、編入する、このやり方です。この2年やってで4年生に編入、これだと圧倒的に簡単になります。もう4年生に直接行くのが超絶難しいのに対して、2年行ってからあと2年やるになると、もうレベルがガクーンと下がります。むちゃくちゃ下がります。でコミュニティカレッジの方が、まあ、単位も取るのも簡単だし、英語の授業があったりとかもねしますしね、あの外国人向けのね、で簡単に入れるようになります。でコミュニティカレッジ自体はその編入に対する当然ノウハウを持ってますから、日本の高校から4年生の大学に行くノウハウなんか全然ないですけど、このコミュニティカレッジから編入するっていうノウハウはたくさん貯蓄されております。なんできちんと成績ね取っていけばいいんですよ。でまあコミュニティカレッジの方が安いんですよ。まあもちろん4年生の大学っていっぱいあるので、もうピンキリなんですけど、州立大学に行くかとかによっても全然違うんですけど、まあ例えばスタンフォードぐらいのですね有名な大学だったとして、カリフォルニアって
高いんで、学費が。だから年500万とかかかったりするんですよ、学費。4年行ったら2000万ですよ。スタンフォードとかだともっとするから550万くらいするかな。で、まあそれ払えないからね、スティーデントローンみたいなローンをね、借りてやってる人たちとか、奨学金ね、スカラシップ。あ、そうか、日本って奨学金返さなきゃいけないんですけど、アメリカ、奨学金っていうのは普通返さないもんですからね。ローンと別物なんで。で、そんなに高いんですけど、コミュニティカレッジだったら100万くらい。まあ、これももっと高いところともっと低いところがあるんですけど、まあ、100万くらいで行けるんで、だから200万だったとして、800万2年でね。これ全然違うんで。だからコミュニティカレッジの方がいいって人は多くて、で、外国人だけじゃなくて、ネイティブスピーカーでアメリカに住んでる人たちもやってます、それを。そっちの方が安いからですね。まあ他にも軍隊に入ってね、安く済ませるとかっていう人もいるんですけど、そういったことができるんですよ。じゃあだったらさ、コミュニティカレッジ最初から入った方がいいじゃん、みんな。ネイティブもみんなコミュニティカレッジ2年行って、そっから編入した方がいいじゃんって思うんですけど、まあ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 、それはそうなんですけどね。でもやっぱりね、大学1年の時の寮生活っていうのがね、大学の醍醐味なんですよ。まあドラマとかね、映画とか見ててよく出てくるじゃないですか。あれをね、味わえないんだよね。それは思った。見てて、大学生その寮とかに僕は遊びに行ってたんで、ケビンのね、部屋にいたんで、僕よく。その寮生活を見てて、まあトフルでもね、よく出てくるんですか、場面として。ああ、これかーって思ってて、まあそこにやっぱね、青春があるわけなんですよ。いろんなね、人間関係とかね、ルームメイトとのね、揉め事とかさ、オンキャンパスでこう生活して、で、2年からとか3年からでオフキャンパスの生活が始まるとかね、そういう風になってて、そのオフキャンパスの生活しかできないわけですよ、途中から入ると。3年生からやると。で、ユニバーシティの中にも、いろいろ分かれてるものがあったりするんですね。例えば、UCSD ですね、サンディエゴのやつだったら、いろんな中にカレッジが入ってるんですね。ウォーレンとか、なんとかなんとかなんとかみたいに分かれてるんですね。同じユニバーシティに入るんだけど、カレッジで分かれてる、中に入ってるカレッジで。それぞれのカレッジに所属するんですよ。それが1年生の時じゃないとない。途中から編入した人はどれに所属するっていうのがないので、でこのね、所属意識みたいなのがね、なくなっちゃうんですよ、コミュニティカレッジ行っちゃうと。だから例えば、ね、イベントとかでウォーレンって言うとウォーレンの人たちがわーってなるし、マーシャルとかって言ったらそのマーシャルに所属してる人たちがわーってなるんです。リベルとか言ったらわーってなるんですよ。で、そうなった時に編入した人たちっていうのはインターナショナルとかでインターナショナルでこうまとめられちゃうっていうね、そういうのがあったりするんで、だネイティブでもインターナショナル扱いになっちゃったりとかするんですよ。だその生活を味わいたいっていうんだったら、やっぱり1年生からやんなきゃいけない。でもそうするとお金がかかるっていう、ね、学部とは違うんですよ。卒業 のルールが違うんだよね。ライティングがこれだけ必要ですよとかね、そういうのが違ったりするというのが実はあったりするわけですね。いや、もう本当にアメリカ留学してた時の友達いっぱいすごい素晴らしい大学に入りましたよ。韓国人、中国人、バンバン一流大学に入ってきました。ただし、コミュニティカレッジすらむずいんですよ。まあ当たり前ですけど、そんじょそこらのね、高校時代を遊びほうけて過ごしてた子たちがですね、いきなり全部英語の授業でね、ついていけんのか無理ですね。じゃあそういう人たちはどうするのかって言ったらですね、語学学校に入ります。まず語学学校に入って、英語力をつけて、そこからコミュニティカレッジに編入するっていう、この道ができてます。で、語学学校であれば誰でも入れますから、どんな英語力であろうともお金さえあれば入れます。で、そこの語学学校に入って一番下のクラスからでもいいわけですよ。そこからこう上に上がっていって、で、そっから編入する。まあ、試験受けたりしてね。で、さらには、こことここはですね、繋がってたりするところもいっぱいあるんですよ、コミュニティカレッジと。なんで、実際僕はその語学学校行ってた時は、まあ、結婚する予定でビザがないから、とりあえず語学学校入ろうって言った時ですけど、この時は、一番上のクラスにいれば、もう勝手にコミュニティカレッジに入れる。試験免除になるっていうやつだったんですよ。僕は、まあ、一番上のクラスにいたんですけど、まあ、次々韓国人、中国人がここまでやってくるんです。やってくるけど、もうそこに入れさえすればいいので、もう入ったらもうコミュニティカレッジのまま行けるって、で別に授業は出ないし英語力もないみたいなね。でもそういう人でもちゃんとコミュニティカレッジ入って、で2年やって、で4年生の大学に入って学歴ゲットみたいなのでできるんですよ、これ本当に。で、実際に僕のね、ルームメイトだった韓国人も全然英語得意じゃない。まあお金持ちのね、すっごいお金持ちの子供で、まあ母親のクレジットカード使えなくてましたけど、その子は語学学校でもまあまあすごい下のクラスからやってって、で、コミュニティカレッジ入って、で、UCLA ですよ。University of California, Los Angeles ですよ。で、そこに入って、ちゃんと卒業してましたよ。
経済学部だったかな、当時僕はね一緒にいた時にも、お前の東大よりも絶対いい学歴になってやるっつって言ってた。で本当東大になったんだぜみたいなチャットでやり取りしたんだよね、その時ね。でもその時の英語もボロボロでしたね。あ、こんなにボロボロでもUCLA 卒になってるんだって思ったの今でも覚えてます。僕の友達は UCLA 見事に合格しましたという感じで、直接4年生の大学に日本から行くのは相当大変でも、結構できる人だったらコミュニティカレッジに入っていけばいい。まあただその手続きとかもね、英語できなきゃダメですからね、めんどくさいし、まあエージェンシーに頼んでもいいんですけど結構お金かかりますね。でそんなコミュニティカレッジに行く力もないよっていうんだったら、語学学校にまず入って、で語学学校もコミュニティカレッジと同棲提携してますから、でこの道を行って、でコミュニティカレッジも同棲4年生のね大学に編入するこのノウハウを持ってますから、なんでこうこうこうってやって、例えば1年2年2年っていう5年コースだったりとか、まあすごい英語力があるんだったらこう数ヶ月でいけちゃいますけどね。なんでまあ数ヶ月やって2年2年とかってやったりすることができますね。まあとにかくね高いね、4年生大学がさ。もちろんまあ州立とか安いところに行けたらいいんですけど、でもあれでもね、州立とかっていうのもその州に住んでる人は安くなるけど、その州の外の人だったらもっと高くなるとかっていうのもあるんでね。まあそういうのは本当学校によって違うので、ちゃんと調べていくことが大事です。まあ全てエージェンシーに任せてしまうっていうのもできるんですけど、かなり高くなっちゃいますからね。まあ自分でできるところは自分でやることをお勧めします。はい、ということで、日本の大学なんかアメリカの大学に行くんだっていう人に向けてですね、どういう道があるのかっていうのを説明しました。もちろん他にもね、いろいろなやり方はあるんですけども、代表的なものを説明しました。はい、よいしょ、ありがとうございました。 Thank you for watching.